はいどうも、こじきのこじきんでございます。今回は2020年の大宮アルティージャの新体制を、まあ、ちょっと適当に見ていこうかなーなんてね、ささこの視点からね、思います。バーントップチームスタッフ、監督、高木拓也さん、と続投です。そしてコーチにね、北島、あ、やーってやるとオレンジ色になるわ。北地が来ました、北地。どういうつながりで来たんだろう来ただけに えー、おもんないですね。えー、まあまあまあこんな感じで、大塚信二さん。ほう。まあちょっと詳しいところはよくわからないんですけれども、まあ高木さん続投というところでね、うーん、今年も手堅く勝利を積み重ねていくんじゃないでしょうか。そして背番号見ていきましょう。バビンこちら1番笠原。ほう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 。まあ1番ですよね。 で、3番、まあ、今後で僕は変わらず。2番、菊池の穴は埋まらずということで。で5番、石川とし6番、河津ら。そして、これね、びっくりしましたね。菊池俊介、9番。戻ってきたらしい。ユース出身だっけ ?9 番なんだね。ミッドフィルダーで。そしてですよ、10番、黒川。黒川、千、10番。これは熱い。 これはサポーターじゃなくても、他サポからしても熱い。これはいいよね。あの、YouTube で見てたんですよ、配信。うん。で、10番、あの、浜川のさ、あの、ゲスの極みだっけやらなきあいつ、あいつが <laughs>、10番黒川って言った瞬間、やっぱ、ちょっと鳥肌は立ってないけど、鳥肌立ちそうだったの。うん、鳥肌立ってないけど。10番黒川はやっぱちょっと鳥肌立ちそうになった。そしてね、 次の11番、これ、奥ね、ってのもまたこれも、鳥肌立ったなかったけど、鳥肌立ちそうだった。うん。鳥肌立たなかったけどね。13番が渡部、まあでしょうね。14番、ここに近藤ですね。大宮キラーの近藤ですよ。ねえ、なかなか、もう愛媛の顔になりつつあったんで、あ、このタイミングで遺跡なんだって、ちょっと今シーズン、意外にこう、うん、びっくりしたっていう感じではありました。15安定の大山。 そして進化に来ましてにまたねネルミハスキッチあの、セルビアリーグの得点王だかなんだかで、ねえ、大宮はそういう系連れてくるの好きですね。まあ、ムルジャだとか、あとは、マズラダンだとか、当時ね、なんだっけ、大宮にいたあのでっかい選手、2013、4年ぐらいにいた、あの外国人監督のプシ,プシェニックだっけ、あの時すごい良かったやつ。<laughs> うん、思い出したい。 思い出したい。う <laughs>、えーあクくっそ、マジで GK 思い出したい。あいつの名前思い出したい。身長でかいやつ。<laughs> なんだっけーなんだっけーデスポートビッチじゃねえんだよ。なんだっけーああ、思い出したい。はい。後で調べまーす。一平篠塚ね、18番。今、坂井寺20と。お、この選手知ら,知らないな。キーパー21番、加藤。ノブヒロではないね。あ、 そっか、オナが来たんだ。これは完全監督のコネでしょう。えー、西村。えー、小島なんかもね、期たいですよ。そっか、豊島来たんだ。へー。まあ、富山、ゲットゴールと。藤あー、吉永勝って。36万。 期待の選手ですよね、これね。で、島田慎太郎。島田慎太郎って、レンタルで大分行ってたんだっけまた戻ってきたんですね。清水慎太郎は、岡山かどっかに移籍しちゃったけど、島田慎太郎の方が帰ってきたそして、これも気になりますね。40番。フィリップ・クライッチ。めちゃくちゃ言いづら。<laughs> クライッチ、クライッチ、クライッチ。意外と言えるわ。身長高そうだな。 <laughs> 197センチ。おい。あの、昨日かな福岡でグティエレスって選手が192センチで、ちょっとビビり散らかしてたんですけども。197? ドデカちゃんですね。ゴールキーパー40。んー、まあ、笠原との争い。まあ、塩田がね、いなくなったんでね。えー、41番、小野選手と。 で42番山越50番旗をというところで、まあ、フォワードキーパーに外国人を補強いたしまして、で、まあ、まあ、補強と言っていいのかわかんないけど、黒川がいて、まあ、菊池がいてと、まあ、大宮に関連がある選手がね、えー、来ましてと。うーん。そうだなーでも、ファンマの レベルの活躍をそのハスキッチがね、日本に適応して、やっぱ夏場とかしんどいと思うよ。できるかなどうだろううん、まあ抜けた戦力のところを、まあ穴埋めした感はあるんだけど。うん、どうでしょううん、どうでしょう <laughs> まあね、菊池とかね、本当ね、楽しみっすよね。 そうねーまあでもやっぱ奥行きがとかね黒川ここに行きたいっすよねうんやっぱ大宮育ちのうんここら辺に期待して黒川なんてほんと活躍したらね去年も夏移籍の噂あったけどほんと夏にね有名チームに移、ね、籍したりするかもしれないですねシティクラマンチェスターシティのね行っちゃうかもしれない はい。そして、大宮のユニフォームが、こちらです。どん。ええ。なにこれ。なんか、両生類の皮膚みたいな <laughs>。え、なんだこれ。ええ、ジャガードからうん。腕利きの職人が鍛え上げた、刀の断面の結晶構造。からインスピレーションを受けた。 えなんか、アウェイユニすげえ。こんなデザインなのよく見えないな、この画像。ええー、ね。ええー。まあね、デザインっていうのはね、人それぞれやっぱ好み。まあ、嫌いなものもいろいろあって、なんとも言い難いんですけど。<laughs> っていうこの発言で私が今思ってることを、えさ、ー、してください。えー、えー、大宮ってネイビー入ってるのはなんか、他のチームとの差別化でいいイメージがあるんだけどなうん、なんかこうオレンジでもオレンジとネイビーブルーでこう、大宮らしさみたいなものをね、あのユニフォームデザインになんか取り入れてる感じがあったんで、 そういう意味で見てもそうだし、なんかこのデザイン嫌だなぁ。<laughs> 言っちゃった。なんか両生類のほんと肌みたい。イモリ、ヤモリの。どっちかは両生類じゃなかったはずだけど。えー、遠目に見たらほんとシンプルですね。あ、でもどこもなんかこのスポンサーの感じかっこいいな。あ、5G になるっていう。ほー、もう時代の変化ですね。ははめさしの人口、めさしの人口。 肩に両肩、武蔵人銀行、鎖骨。なんだあの、はーい、はいはいはい。それか。あ、よく見える写真がある。えぇー。なんか、なんかやだな <laughs> ごめんね、お宮サポったーの皆さん。完全不快な思いしてるだな今。絶対不快な思いさせてるわ。 すまんな。でもな、適当に見てるからさ。あれ消えなくなっちゃった。未来を共にって、なんかもう入ってた。へぇー。あ、これプリント型なのか。うーん。なるほど。というわけでね。<laughs> ちょっと後味なんか悪くなっちゃった。大宮の新体制を見ていきましたが、今年の大宮、どうでしょう。うん。 まあやっぱ監督がね、あのー、手腕がある監督なんで、まあ、まあ昇格圏内に入ってくるだろうな、間違いなく。選手層を見ても。うん、ただ自動昇格に行けるかどうかっていうところは、やっぱ、このネルミン・カスキッチのね、活躍、まあ黒川なんかもそうですけど、この辺がやっぱ、我々が思っている以上に、数字として結果を残せるかどうかが肝になってきますよね。ディフェンダーのところで言うと、河本川面なんかが、まあ、入、は、り、い、そうですね。 まあ、渡辺大輔まあまあまあ。ああ、でも、ああ、でも。山越しはった方がいるか。ああ、でもちょっと不安もあるかもな。こうやって見ると、ディフェンスのところ。そっか。若干の不安もあるっちゃあるな。一人かけたら結構しんどいもんね。センターバックとか。まあ、つか去年くしびきていたんだもんな。そうね。うーん。 ま、なんか去年から見るとちょっとパワーかけたように思いなんかもないんだけどでも去年は試合で出れてない選手とかもいたからな大前とかなんかその辺試合で出れてないというか、まあ、出てもあんまり結果残せなかったうん、まあ、今年はほんとね奥抜きね、まあ、去年からも成長をかなり見せてますけどやっぱ期待したいですねはいってことで、まあ、大宮今シーズンもまあ6位以内はね 入ってくるんじゃないかなーって思ってます。うん。はい。えー、以上。大宮ルディジャの身体性を見てみ見ました。お疲れさんでした。